どうも、小杖です。またキャンドゥから新しいジェルが出ました。今回はオフィスで使えるような落ち着いた色になっているようです。今日は右手の地爪に塗っていきます。利き手じゃない左手で塗っていくので、お見苦しいかと思いますが、おめりんちょ。では、スタート。モカベージュ。あ、今流行りのくすみ系の色ですね。ボトルの表示の色と比べるとちょっと青みがかってるかな。地爪に塗っていきます。お、発色いいですね。一回塗りでもいいかもしれません。二回目塗ります。色味ほとんど変わらないですね。うまく塗れれば一回塗りでもいいかもしれませんね。2回塗りました。左手でやっても塗りやすかったです。後でマットコート塗ります。アーモンドグリーン。あ、思ったより色が薄かったです。パッケージよりだいぶ色が薄いですね。結構発色はいいんですけど、左手だからかどうか分かりませんけど、ちょっとムラになりやすいかな。2回目塗ります。2回塗った方が良さそうですね。あー、すごい落ち着いた色です。かわいい。あ、光の加減でちょっと暗く見えるかも。これも後でマット塗ります。アイボリー。うっすら紫がかったピンクな感じ。パッケージの色とちょっと印象が違う気がします。発色いいですね。あ、でも塗るときにちょっとムラになりやすいかな。頑張れ左手。2回塗ったらムラは消えるでしょう、多分。2回目塗ります。2回塗るとしっかり色がのります。この3色にマットコートしていきます。キャンドゥのマット塗っていきます。はい、こちらとても落ち着いた感じの大人カラーですね。かわいい。ダスティーピンク。あ、思ったより青みがかってました。パッケージと比べてもちょっと青みがかってますよね。右手親指に塗っていきます。発色やっぱりいいですね。地爪のピンクに近いので色ムラがあんまり気にならないかも。2回目塗ります。ワンチャン1回塗りでもいいかもですね。この色めっちゃ好きです。かわいい。秋、冬、春と使えそう。はい、マット塗っていきます。マットもめちゃかわいい、これ。モーブアッシュ。さっきのダスティーピンクに青混ぜたような色です。まあまあパッケージの色信頼できるかも。塗るの下手すぎた。発色やっぱりいいです。色もとっても綺麗。塗りやすいっちゃ塗りやすいかな。2回目塗ります。このもったりなテクスチャーいいですね。ライティングの加減かなとも思うんですが、実際よりちょっと青みが飛んで映って見えます。この色が現物に近い感じの色です。マットコート塗ってみます。マットかわいいね。ヌーディーピンク。透け感のある色だそうです。
あ、確かに。パッケージの色、まあまあ近いような気がします。あ、地爪に塗ってみたら思ったよりピンク色だった。リスケ感がありますね。2回目塗ります。お、さらにピンク味が強い。桜貝みたいな感じかな。オフィスでも全然 OK だと思います。チュルルン、かわいい。3回塗りでもいいかも。じゃあノンワイプトップ塗ります。爪の伸びたところがうっすら見えるので、やっぱり3回塗りでもいいかな。お隣と比べてもやっぱり色が違いますね。ヌーディーベージュ、こちらも透け感があります。あれ、パッケージと結構色が違う。お、これは結構色が違いますね。私が思っているベージュよりかはピンクに近いかな。今の時点ではお隣のヌーディーピンクと比べて大差ない感じ。2回目塗ります。あー、言われてみればベージュかな。ところで私の薬指ってめちゃめちゃカーブがきついので塗るの難しい。平たい顔族なんですけど指は平たくないという。ベージュかな。じゃあマット塗ります。どう、これベージュ？ほんの少しベージュです。肉眼でも僅差ですね。あともう一回ボトルの色と比べてみよう。オークルピンク、これオークルって読むにゃ。オークル、黄土色らしいですけど、ファンデーションの色でよく見ますよね。パッケージよりジェルの方が赤みがかっている。塗っていきます。お、結構赤い。お、この色はチークネイルするの匂いですね。やはり透け感がありますね。2回目塗ります。お、当たり前だけどさらに赤くなった。グラデーションもしやすいかと思います。ほんのり色がついて可愛い。こちらもマット塗っていきます。こんな感じ。人差し指以外の3本は透け感があるのでやっぱりちょっと違いますね。今回新発売になったカラーは全て落ち着いた色なのでオフィスや大人の方にもおすすめです。気になった色はありましたか？ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。